ありがとうございちで。す。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済を始める基準はおすすめの決済方法など、選び方を簡単解説ということで、ここ最近さらに増税も影響もあって、キャッシュレス決済がかなり盛り上がりを見せているところではあります。そしてありがたいことに僕のチャンネルもここ最近になって、登録してくれた方はかなりの人数がいらっしゃると思います。そこで今回は、キャッシュレス決済の選び方などを簡単にお伝えしていこうと思います。 まあそもそもキャッシュレス決済ってどれぐらいあるのっていう話なんですが、実は日本ではこれだけの決済方法があります。こちら僕の動画でも何度か紹介させていただきましたキャッシュレスのカオスマップというものなんですが、まあ何度見ても圧巻ですね。確かにキャッシュレス決済は便利で還元とか受けることができますよって世の中的に言ってると思うんですが、まあ実際のところ何を使ったらいいのっていう疑問が絶対出てくると思います。初めて初めての方からしてもですね、もし僕がキャッシュレス決済に対しての知識とかなければ、 まあ、数が多すぎてさすがに混乱します。ここからは初めてスマホ決済を使う方向けに特にこの部分のコード決済の一部をピックアップします。まあ僕の動画ではよくスマホ決済とも言ってるんですがここからはコード決済のことをスマホ決済としてお伝えします。そして今からお伝えする内容に関しては僕自身がお勧めする基準であってもちろん個人差はあると思いますのでそこだけご了承ください。まずスマホ決済を選ぶ基準ですがこの3つなんですよね。使える場所が多い 率キャンンペーンこの3つで僕は決めています。まあ、この使える場所に関しては分かりやすい例で言うと、普段自分自身が使っているコンビニ、飲食店や美容室、洋服を販売しているお店が、どのスマホ決済に対応しているかを基準に見てみるのもいいと思います。ほとんどのお店で PayPay ペイペイが対応しているなら PayPay ペイペイ、LINEPay が対応しているお店が多いのであれば LINEPay という軽い感じで大丈夫です。 そして、還元率やキャンペーンについてはこう、一旦この動画では省きますが、僕の YouTube チャンネルでは毎週日曜日の20時にキャンペーンのまとめ動画を週単位でお伝えしているので、ぜひそちらを参考にしてみてください。そしたら次の週で開催されるキャンペーンなどがざっくりなんですけども、動画にしてお伝えしています。で、この3つを通して1つ言えるのは、スマホ決済をまず試してみる、もしくは体験してみる、これに限ると思います。まあもちろん無理に始める必要はないかもしれませんが、僕自身4月から様々なスマホ決済に 触れれてて現金決済がいいいいかかかかににもったいなないそして非効率なのかっていうのう気づかされましたななので,ぜひです、ね、便利なスマホ決済に触れてみてみください、まあ、ここからはせっかくなので、初心者の方に向けた、まあ、たくさんあるスマホ決済のうち、いくつか紹介したいと思います。まあ、それでどんな人がどれに向いてるのか、僕なりに一言ずつですが、サクッとお伝えしていこうと思います。まず、使えるお店が多いスマホ決済といえば、もう圧倒的に PayPay ペイペイかなと思います。もちろん場所にはよりますが、コンビニ大手の3社はもちろん、最近では、 飲食店やスーパードラッグストアなどでも使える場所が増えてきてるのでスマホ決済を体験するのにもってこいな決済方法だなと思いますちなみに僕も最初のスマホ決済デビューは PayPay でした 次に LINEPay です。この LINEPay 自体は普段連絡を取ったりする方法として LINE のアプリ自体よりほとんどの方が利用されているのではないでしょうか。なのでわざわざ別のアプリをインストールすることなく LINEPay のちょっとした登録だけですぐに LINE を使って決済ができます。やはり普段 LINE 自体を身近に触れているからこそ使いやすさはあると思います。まあ、送金なども LINE のメッセージ上で簡単にできたりとここ最近では使える場所も以前と比べて増えている印象ですね。 次は楽天ペイですね。もうこれは楽天ユーザーもしくは楽天カードを持っている方であれば、あ 本当的に楽天ペイかなと思いますまあ理由としましては楽天カードとの相性も良くてそして一番に来るのはやっぱり楽天ポイントが貯まるこれに尽きるかなと思いますそして期間限定ポイントをこの楽天ペイの決済で簡単に使えるので期限が切れそうという時でもサクッと使えるのでこれは本当に便利ですね次にメルペイこちらは主にメルカリを使っている方であれば便利な決済サービスですご存知の通りこのメルペイはメルカリの売上金を使ってメルペイが対応しているお店であればお買い物ができます なのでわざわざメルカリの売上金を出金手数料などを払わずそのままスマホを使ってお店で決済ができます例えば自宅にいらなくなったものを売ってその売れた分の代金そのままでお買い物をするというものとお金の循環ができる素敵な決済サービスがメルペイです次にこの D 払いなんですがこちらもちろんドコモユーザーであれば一番いいかなと思います今ではドコモユーザー以外の方でも使えるので現在キャンペーン中ということもあってソフトバンクユーザーでもある僕も直 ちょくちょく使わさせていただいてますもし D ポイントを貯めてる方であればこの決済方法はおすすめですねここ最近ではセブン銀行 ATM でチャージができるようになってきたりと他のペイサービスとちょっと似たような感じになってきています あと、残りはこんな感じですね。折り紙ペイ、au ペイ、ファミペイということで、こちらも一言ずつお伝えしていくと、折り紙ペイは還元ではなくて即時割引がされるので、もし還元とかよりすぐに割引される方が好きだなっていう方であればおすすめです。au ペイは現在 au ユーザー以外の方も使えるようになっているので、au ウォレットを貯めたいっていう方であれば au ペイ。そして最後のファミペイですが、ファミリーマートでしか使えないというところではありますが、例えば公共料金払えたり、ファミペイを使ったらファミリーマート スマートの一部商品が安くなるのでファミリーマートのヘビーユーザーの方であればおすすめの決済方法ですね、まあ、そんなこんなで今回はコード決済にフォーカスをして簡単ではありましたが僕なりにスマホ決済を選ぶ基準についてお伝えをしましたまあ結局のところどれがおすすめなんて思われる方も中にはいらっしゃると思いますがやはり住んでる地域によってそのペイサービスが対応しているお店があったりなかったりするのでぶっちゃけ何とも言えません けどもし最初のスマホ決済デビューであればどれと言われると僕はやっぱり PayPay ペイペイかなと思います。まあ理由としてはさっきもお伝えした対象店舗が多い。そして使ってて楽しいということもあります。そして PayPay ペイペイでスマホ決済に慣れてきたら徐々に他のペイサービスにも触れてみるのもいいのかなと思います。まあ、スマホ決済に慣れてくるとキャッシュレスも便利だなと感じることも増えてくると思うので、まあ気軽にスマホ決済を体験してる見るのもいいのではないでしょうか。一応今回お伝えしたスマホ 決済の公式リンクやキャッシュレスのカオスマップのリンクも下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました